はい、皆様どうも、マフロです。それではファイナルファンタジー11やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、復帰してからね、前回まで新規でちょっとやっておりましたけども、やっぱメインの方も進めたくなりましてね、ちょっとメインの方行ってみたいと思います。はい、復帰しました。当時の装備のままです。なのでね、まだ弱いと思うんですけども、今のあれには通用しないと思うんですけどね、まあ装備だけはどうしようもないわな。はい、それでは復帰でやってみようと思います。ちょっとでもね、これからもしかしてちょっと復帰しようかなみたいな人に、情報を与えれればいいなと思っております。はい、そしてね、以前はね、まあ名前考えるのめんどくさかったからそのまま本名つけちゃったんですけど、そしてね、サブキャラも、この今目の前に使っておりました、通称ニアカっていうんですかね。はい、ニアカでやっておりました。まあこのキャラもかなり育ってるんでね、強いとこ行くには、シーフでやってるんで、シーフも必要なので、またにやかでやっていこうと思います。ではまずね、復帰してから、パーティー組んでないわ。懐かしいね、にやかでやるのもね。はい、これでパーティー入りましたね。基本はこうやってロックするんで、まあ周りから見たら分かるんですよね、後ろにひっついて歩いてるから。はい、まずはね、このゴブいるんですけど、これがねデイリーポイントっていうものもらって宝箱を開けれるんですよね。1日1回開けれるスペシャルダイヤルというものがあって、これでなんかいいものがもらえるんで、これは毎日やった方がいいということなんでやります。まずはおお、ニーズベックのブロックを、これ前はかなりいいものだったけど今どうなんだろうね。まあとりあえず、あ、ユキの方は全然ダメだはい、でパワーアップしようかね。いろいろ復帰するにあたってね、調べました。それでやっといた方がいいことをね、順にやっていこうと思います。まずはまあワープもね、必要ですね、開通ね。ほんと1しかいけないわ。これでワープ、いやこれ見てくれて、復帰これもしようかなみたいな人いないかなまあ同じサーバーとは限らないけどもね、もちろん新規の人もね、やってくれたら嬉しいですけどもね。今なら本当にすぐ1日まあ 1,2 時間やって1ヶ月か2ヶ月やればもうほぼ最前線まで行けるらしいですからね、今からやる人もおすすめですよ。本当に十分楽しめます、このゲーム。グラフィックはちょっとね、やっぱり今のに比べると古いですが、あ、そしてね、メインではね、新規でやったやつ、これ受けれないと思ってたんですけど、受けれたようなんですよね。エミネンスレコードというものなんですけども、これがね、クエスト、エミネンスレコード、クエストの欄の、エミネンスレコードの目標で、ここチュートリアルっていうのを受けてから喋れば、受けれたようです、ね、これは何かというと、まあ、要は目標をクリアすればポイントがもらえる、そしてそのポイントでアイテムが交換できると。これがね、まあ、最前線まではいけないけど、かなり強い武器とかがもらえるみたいなので、とりあえずこれをねどんどんやっていくといいみたいです。まあ俺の場合はね、
やっぱり10年間やってたので結構ね、ポイントもうすでにもらえる状態だったんですよね。はい。でこういう風にね、ダメージ合計とかそういう条件をクリアすれば戦利品、炎のクリスタルを戦利品として回数得るみたいな、そういうのをすればいいみたいです。そしてチュートリアルが終わって、このつながりの奇跡、なんか10個目標をクリアすれば、まあ、俺の場合はこのレベルキャップ解放で99まで解放してたんで、これボンボンいけたんですけど、10個やればね、これかな、つながりの奇跡、以下のいずれかの場所にユニティエンコンコードユニティに所属するらしいです。これを受けとけばね、ユニティというものに所属できて、さらにポイントがもらえるようです。別のポイントかな。あ、この人じゃないな、この近くにいるはずなんだよな。これもね、いろいろ調べながら実際やってるわけじゃないんでね、まだ。どこだ、まだわからないこといっぱいあるんですけど、ウィンダス森の区テルドなんとかどこにいるのかな。あ、この人か。よし、この人に話しかけよう。ここのユニティでとりあえずいいや、ポイントをもらえれば。なんかね、ユニティいろいろあるみたいですね。感じます、感じます、定めの歯車が。見られた、見られてもダメよ。参加してみます。復帰の装備だから弱いよ。今刻んだんだろあー、なるほどね。誰がいいんかな この2人は知ってる。インビシブルシールドって誰だろう。アプルル、アプルルさんは知ってるような気がするな。とりあえずアプルルさんにしとこうか。まあどうせ後で帰れるらしいんでね、せっかくウィンダスにいるんで、ウィンダスの方に。はい、頑張ろう。
はい、これでユニティも卵になったはずです。とりあえずウィンダスでやることはこれだけかな今のところは。ちなみにね、前回新規のやったキャラで、撮ったフェイスはパプルルさんじゃないわ、誰だっけ、あのコピピさんは撮りました。あとそうだ、新規では撮れなかったナジャさんのとこ行ってみようか。ちなみにここの名声は最高ランクになってるんでね、ナジャさんも行けんじゃないか。まあ仲がいいかって言われたらどうかだけど、とりあえず受けに行ってみるか。フェイスもね集めていかなきゃね。でフェイス同士はアライアンスっていう、まあパーティーだと、あれなんか言ってる、パーティーだと6人なんですけど、アライアンスにするとね12人とかも組めるわけですけど、それにしようと思ってアライアンスしようと思ったらできませんでした。フェイスを呼び出した状態ではできないらしいですね。なので最高6人で戦うしかないか。さあイベント、はい、悪い人でしょと覚えてるんだな出た。10万ギル。よし、手に入れれましたね。おお、こんなに簡単に手に入れた。まあどうせユキの方で呼び出せないんだけど、さっきアライアンスにしようって言ったところと一緒じゃない。まあ実際やってみないと新規の人はわからないよね、アライアンスって言ってもね。次のフェイスの人、まだジュノにも行かなきゃいけないんだよね。それだけは説明しておきたい。いやーでも本当に今からねいろいろできるのなんか楽しみですね。もともとまあやめた理由もね、プレイステーション2でやってたわけですけども、そのプレイステーション2がね、まあ、言ったら FF をやってたらディスクは読まなくてよかったんですよね。で使いまくってたらそのうちディスクを読まなくなる現象が多分他の人も起こってたと思うんですけど、それがねアドゥーリンの手前でねそういう状態になっててね、まあ、言ったら続けられない状態になってたんですよね。それが引退した理由だったんですけど、参加している人の情報でいいのか。あ、アジドマルジドさんどこにいたっけな。アジドマルジドさんどこにいたかな。
忘れちゃったけど、とりあえず先ジュノ行こうか。ジュノでもね、重要な、まあ、ジュノっていうところがあるんですけど、そこでも重要なことをできるようになるみたいです。あ、もう一つもう一つ、忘れてたよ。なんか戦績でね、まあ新規の人はまだしも、復帰した人だったら戦績残ってると思うんで、ここでね、個人成績配給分かな。このデジョンリングっていうやつね、これ無限に使えるみたいです。デジョンっていうのはね、ポンポイントに変えるものなんですけど、昔はねデジョンカジルとかそういうもので、ただこれ回数があったりなかなか使いにくかったりするわけですけども、あ、ユキは所属国が違うからもらえなかった。これもらっとくのおすすめです。だからね、黒魔道士とかじゃないと、デジョン唱えれる黒魔道士がいないと帰れないとかいう、わざと死んで帰るとかそういう方法を取ってたんですけど、これあれば便利です。どこからでもデジョンできます。ってことでジュノ行こうかね。まですぐ飛べるんだったらすごい楽ですよね。復帰前からしたら、復帰する前だと飛空艇乗ったりとかいろいろね、めんどくさい戦法でしか行けなかったんですけど、ちょっと雪が全然違うところに行っちゃいまして、待ち状態です。すいません。どこ行けばいいのかな。ルルデの庭に行けばいいのかな。庭行こう。もうついてくる。開通もね、大事になりますよね、いろいろと。新復帰組は、このここらにいるやつらかな。これメイじゃん。違うな、こいつかな。そうそう、このジョブポイント、これ大事なんですよね。
はい。今までメリポというものがね、強化があったんですけど、それよりさらに上位な感じになるかな。広く怪しげなこのジョブブレイカーっていうのがいるんですよね。ポイント一覧、これか、ジョブポイント。今俺赤魔導士なんですけども、こういう風にね、3万キャパシティポイントっていうのがメリポと別にもらえるようです。これでね、能力をいろいろ強化するようです。はい、これも最初に受けておくべきです。とりあえずはこんなもんかね。そしてね、まあエミネンスレコードでポイントを貯めて、とりあえずの装備アイテムレベルっていうものがあるんですけども、今俺これね、まあ、99当時では良かった装備なんですけども、今ねアイテムレベルが100以上のものがあるんですね。例えば片手剣だったらこれ、右下にアイテムレベル119って書いてると思うんですけどね、これまあ復帰の人が見たら分かると思うんですけども、ものすごい強いんですよ。あの復帰の当時の復帰からアドゥーリン前ぐらいにやめた人だったら多分ショックを受けるぐらい、それぐらい素晴らしいものなのね。エミネンスレコードでね、これクラスのものがもらえるっぽいです。117クラスなので、当面はそれを揃えていくのが目標になるっぽいですね。調べたらそんな感じでした。そしてエスカジタとかいう、そんなんいけないんで、自分アドゥーリンの手前でやめてて、あれなんで、アドゥーリン次は目指せばいいかな。基本、自分の動画ではミッションとかやらない方向でいきます。戦闘とかそういうのをメインでやっていく感じになると思います。でミッションとか移したらネタバレになっちゃうからね、できるだけ。あ、ただバナディールの星歌っていう最終ミッション、まあ総まとめみたいなやつが、あれはちょっと受けちゃうかもしれないです。動画内でやっちゃうかもしれないです。はい、とりあえずこの状態で外で戦闘してみるか。なんだろう、エスカジータって言ったことないんだけど、なんか出てるね。とりあえずこの人で、ちょっと雪の方もデジョンリングをもらって、とシグをかけてと、じゃあ俺メリポポイント持ってないんじゃないかな。
ったか。ちょっと外に出て戦闘を。って言ってもこの辺弱いんですけどね、敵ね。なんかエミネンスレコード受けてたからそれが。入る敵って言ってたっけな。フィールドマニュアル。ホラーがいた。とりあえずディアス。何ももらえんかそりゃ。これもじゃあ攻撃してみようか。おあ、10匹やらなきゃいけないんか。メリポム貯めなきゃいけないし、次回はどうしようかね。メリポムキャパシティも貯めなきゃね。こいつら弱くて経験値入んないからね。練習相手にならないだとね、経験値入らないんですよ。最悪楽な相手以上じゃないと。あ、倒しきれなかった。ここらの弱いやつだったらね、まだなんとかなりますね。あ、そうだ、フェイス呼ばなきゃね。カピピさんはもう呼んでるから。ナナミーゴさん出た。この人何してくれんの。戦ってくれんのかな。ちょっと戦ってみよう。あ、ペットだったから一撃。よろしく、ナナミーゴさん。あれ？攻撃してくんねえけど。俺が殴んないとダメなの。あ、殴ってる殴ってる。あ、盗んでる。ゴブリンチョコちゃんと戦ってくれるね。これでね、6人パーティーに目指します。今のバナディールはね、ほぼソロでできるらしいです。このフェイスとかを使えば。えい。おお。ちゃんとレベルに合った魔法を使ってくれるんだ。ね、プロテア5ってすごいレベルの高い魔法ですからね。はい、それでは今回はここで終わっておきましょうか。次回ね、ハドゥーリン、目標に行ってみようかな。何もなければね。はい、次回もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。では、さようなら。